はい、始めます。1682回、2023年10月の8日ですね。1時14分ですね。はい、今日5時ぐらいまで喋って帰ります。ちゃっちゃと行くんですけど、今日来る前ね、今アジア大会っていうのやってたのね。あんまり見てなかったけどテレビもあんまりつけないから、アジア大会っていうのやってて、今日でもう多分最終、この土日、今日日曜だったのかな、もう予備観戦も分かんないですけど、今日何曜だ今日土曜か、土曜が終わったのか、明日日曜なのかな、アジア大会はおそらくもう終わりなんだと思うけど、サッカーの、ね、男子サッカーの決勝やってましたね。女子は日本が北朝鮮下して、優勝してましたけど、男子のね、私決勝なんでさっきまでちょっと見たんですよ、後半だけなんですけど、もう大体ね、私が見ると負けるんですけど、負けました日韓戦男子アジア大会のサッカーの決勝、男子負けましたよ、2-1 で。いや、日本はね、24歳まで出す、24歳以下なのかな、大会規定は。なんですけど、一応22歳以下で統一して、Under-22 の、メンバーでやってたんですけど、まあ、韓国はもう本気でしたね。兵役免除かかってるんで、兵役免除かかってるし、2連覇もかかってるし、3連覇か、3連覇って言ったかな、すごいね、本気だったんですけど、まあ、日本はね、大学生とかね、22歳以下だから、中心でフルメンバーにちょっと程遠い、まあこんな言い方したらあれだけど、まあ3軍みたいな感じだったんですけど、まあやっぱりね、韓国の方がやっぱり体強かったね。試合慣れもしてるし、あとメンタル、まあその人参がねぶら下げられてたからね、兵役免除っていうね、今日もう韓国最強の人参だから勝てなかったね。まあまあまあ、私が見ると負けるんだよね、大体。大体。明日ラグビーのね、アルゼンチン戦、日本対アルゼンチン戦、勝った方が決勝トーナメント進めるっていうのも明日あるんだけど、私見るとね、負けるからね、ちょっと迷ってるんですけど、はい。今回、聯合ニュース、ね、今ちょっと、韓国に負けたって話したんですけど、聯合ニュース、これ、ソウルの話ね、ソウルというか、韓国の話。うつ病患者が100万人超っていうことでね、20代女性が最多っていうことで、韓国の話なんですけど、まあ、韓国の国民健康保険公団が3日までに、国会保健福祉委員会所属の野党議員に提出した資料によると、国内でうつ病と診断された人、ね、韓国国内でうつ病と診断された人は、2018年75万人、2019年79万人、2020年83万人、2021年91万人、そして2022年には、18年比 32% 増の100万744人と初めて100万人を突破したということで、韓国もうつ病患者が激増しているということを書いてます。まあ年代別にね、20代が何人、30代が何人みたいな感じで、見ると割と、若いからなるっていう多いのが、まあ、女性が男性よりも多い倍ぐらい、女性が67万人、男性が32万人ということで2倍以上うつ病ね、診断された人女性が多いんだけども、年代別ではまあ20代が多いんだけども、まあ30代50代40代って形でねばらけてますね。まあ年齢飛ばすうつ病発症してますね、韓国でも。まあ男性よりは女性っていうことでね、倍ぐらい女性の人うつ病多いみたいですね。まあこの傾向っていうのは日本もおそらくね同じですよ。ただ自殺者に関して言うと韓国の方もそうだし日本もそうだけど、自殺者っていうのは逆に男の方が2倍以上、日本の場合はいますね。男は多分1万4、5000人いると思いますよ、男性の自殺者、毎年、日本は。で、女性は7000人台だと思いますけども、まあ、うつ病発症に関しては、女性の方が日本も多いんじゃないのかな、おそらく。まあ、これ、韓国のニュースですけど、日本も同じ傾向だっていうことでね、ちょっと取り上げてみたんですけど、まあね、コロナ禍っていうのはやっぱり大きかったと思う。コロナで家に閉じこもって、まあ、閉じこもりっていうんじゃないけどね、あんまり出るのを控えさせられたっていうのもあって、ストレスも溜まって、あと、夫婦間でも家族間でもね、ストレス溜まってっていうのは、あとまあ、今回、
この後で多分出てくると思うんだけどね、子供たちね、あの児童生徒の登校拒否とかね、いじめの件数とか、そういうのもコロナ禍があったにもかかわらず、っていうかあのコロナ禍があったからこそかな、増えてるみたいだね。子供の暴行とかね、いじめとか登校拒否とか不登校とか、そういうの増えてるみたいです。これ全世界的な流れだと思うんですけどね。まあコロナの影響もあるけど、まあうん、あの現代社会ね、ちょっと いろんな意味で生きづらくなってるねっていうのは、あの多文化共生とか言ってからだっていうのも一面あると思うんですよ、私は。うん、あのいろんな価値観認め合うのはいいんだけども、その価値観がね、軸っていうのがね、もういろんなところに軸ができてきちゃうと、本当にもう何が正しいのか、うん、分かんなくなるっていうかね、もうみんな私が私がみたいになっちゃうんで、そうなると、そうなった時にはね、これ収拾つかなくなって、うん、ある程度なんていう、達観したような人がね、うん、多様性とかの世界にボンと放り込まれてもいいんだけどね、ある程度根がはっきり自立している人、だったら、特に若い世代なんてね、価値観もぐらつくしね、相手も分からなきゃ自分も分からないみたいなね、うん、ような状況で、まあ、多様性は大事だとね、うん、多文化共生だと、ね、お互い認め合おうみたいな風潮っていうのはね、ある意味私はね、生きづらい世の中をね、形成している、うん、要因なんだと思いますけどね。はい、ちょっとまだ脱線しました。いずれにしても韓国の話になってますけど、韓国であのうつ病患者が去年100万人を超えたっていうのはね、ニュースになってるっていうのを取り上げましたけど、日本、うん、まあ数で言ったら100万人どころじゃないんじゃないですか。はい、まあ、人口が多いっていうのもあるけどね、うん、まあまあまあ皆さんも本当うつ病ね、うん、まあ人生でどうだろう、ならない人はいない、まあいないとは言わないか、うん、っていうことはもう本当にね、当たり前ですから。これ日本も最近ですけど問題になってるの、アメリカなんかもううつ病だらけだしね、カナダもそう、ヨーロッパもそう、うん、で韓国もそうでしょ、日本もそうだけど、うん、世界的にね、やっぱり生きづらいっていうかね、うん、軸持ちづらいっていうかね、うん、こう確立しにくいような世の中になってきてるんでね、まあ、生きるのは難しいと思い、なんていうのかな、心穏やかに生きるのは難しい世の中になってきてるのかなと思いますよ。はい、まあうん、とにかく自分大事にね、自分大事に、うん、生きていかないと、自分とあと、まあ、大事な人ね、家族、身内、うん、近い人、大事に、うん、していって、うん、メンタル崩さないようにしましょうということですね。はい、1682回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。